海立てミスで車が炎上するかも。鈴木の彼方。こんにちは、自動車整備資格保持 YouTube で一番リコールの解説をしている鈴木の彼方です。今回は10月の26日にスバルさんのレボーグなどからリコールが出ていますので、こちらについて解説を行っていきます。本動画はあまり車のことがわからないという方、つまり一般的なドライバーを対象に作成しています。内容がわかりやすいと思っていただけましたら、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。 YouTube 君がより多くの人に拡散してくれるようになりますんでね。それでは解説に移っていきます。まずは不具合内容です。今回問題なのはネジの締め付け。エンジンはガソリンを爆発させて動いている関係上、どうしても高温になってしまいます。そのまま放置しているとエンジンが焼き付いて壊れるので、冷却水を使ってエンジンを冷やしています。ところがこの冷却水を流しているパイプ、こいつを止めているネジの締め付けが甘く、ネジが抜け落ちてしまうことがあります。そうすると冷却水がダダ漏れになってしまい、さらに近くにある高温の排気管、いわゆるマフラーですね、こいつにかかってしまい、最悪車両火災になってしまうので、今回のリコールになっています。改善内容はこのダメなネジの締め付けですね。対象車種はスバルさんのレボーグ、フォレスタ、レガシー。2023年9月12日から2023年9月14日までに製造された12台が対象となっています。今回の解説いかがだったでしょうか。台数が少ないとはいえ、症状自体はかなり危険です。もしまだ修理に出していなければ、必ず修理に出してくださいね。今回の解説はこちらで以上になります。繰り返しになりますが、分かりやすいと思っていただけましたら、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。さて次回はヤマハさんのリコールについての解説になります。ご視聴いただきありがとうございました。また次回お会いしましょう。